霊夢、早速だが問題だ。次の画像の席だったらどこに座りたいか答えてくれ。学校の教室の席ね、懐かしい。私は廊下側が好きだったから参加しらね。そうか、なるほどな。この画像の席の位置からはあなたのこだわり度がわかるようになっている。こだわりね。私あんまりこだわりなく生きてきたけどどうかしら？じゃあ今回の動画では、選ぶ場所でわかる。あなたの本性を丸裸にする心理テスト4000、ということについて話していきたいと思うぜ。よろしくお願いするわ。今回の動画では、さっきのような場所を選ぶことであなたの性格がわかる。心理テストをどんどんやっていくぞ。私心理テスト大好きだから、楽しみ。それでは早速先ほどの心理テストの結果から解説していくぞ。画面の前のあなたもこの画像の中から一つ選んでね。先ほども言ったが、このテストからはあなたのこだわり度がわかるぞ。自分の普段の行動と当てはめてテストしてみるわ。まずは1の席を選んだあなただ。この席を選んだ人のこだわり度は 60% だぜ。あなたは細かいこだわりがあるタイプだ。一見大雑把で、適当な人に見られがちだが、あなたの生活の中には細かいルールがあるぞ。それは、パートナーなど一緒に暮らしている人にしか伝わらないほど小さなこだわりだろう。自分だけのこだわりってあるわよね。2を選んだあなたは、こだわり度 20% だぜ。席替えで2の席だったら絶望だわ。あなたにはこだわりがほとんどないぞ。周りに流されるように生きているタイプとも言えるな。柔軟性があるから、周りの環境に臨機応変に対応することができるのが良いところだ。あなたは、こだわりの強い人に合わせるのも全然苦ではないはず。つまり、どんな人ともうまく付き合えるのね。3を選んだあなたは、こだわり度 0% だぜ。私が選んだのは丸3だったわね。こだわり度 0% なの？うむ。あなたはこだわりが全くないタイプだ。その場のノリで、適当に生きているはず。思い当たる節はないか？言われてみれば、計画をするのは好きじゃないわね。その場のノリとテンションを大切にしているわ。そんなあなたは、適応力が半端ないのかもしれないぞ。周りの環境がどう変わろうが、全く影響されないからどこに行っても楽しく生きていけるだろう。私はハッピーウーマンだったのね、やったー。4を選んだあなたは、こだわり度 80% だぜ。あなたはこだわりが強いと言えるぞ。完璧主義で、自分が納得いくまで突き詰めるはず。理想通りにいかないと、イライラしてしまうことも多いんじゃないか？でも、自分の中で目標をしっかりと持っているのはいいことよね。確かにそうだな。何をやらせても結果を残すタイプだとも言えるぞ。5を選んだあなたは、こだわり度 40% だぜ。あなたには、そこまで強いこだわりはないだろう。柔軟な性格で、周りに合わせることができるはず。空気を読めるから、トラブルは少ないぞ。なんだかちょうど良いバランスね。うむ。こだわりは強くないが、適当すぎるわけでもない良いバランスだな。6を選んだあなたは、こだわり度 100% だぜ。6の席って先生に見られてないと思っても意外と見られてるのよね。この席を選んだ人は 100%、こだわり人間なのね。あなたはめちゃくちゃこだわりが強く、それを曲げない頑固なタイプだ。生活のルーティンの中に、細かいルールがたくさん設けられているはず。こういう人はなんでそんなにこだわりがあるのかしら？自分のルールからちょっとでも外れると、不安になってしまうんだ。なるほど。極度の心配性なのかもしれないわね。次は、周囲から見たあなたのイメージがわかる心理テストをやっていこう。みんなも一緒にやってみてね。次のバスの座席表で、あなたはどこに座るかを選択し A から D の中から、一番近いものを選んでくれ。ん？すぐに乗り降りしたいから私は A かな。それじゃあ早速一つずつ解説していくぞ。A を選んだ人は、癒し系のムードメーカーだぜ。私ってやっぱり癒し系だよね。マリサも私といると癒されるでしょ？癒されてるのかわからんが、一緒にいると眠くなることはあるぞ。ほらほらリラックス効果を与えているじゃない。あなたは周囲に、癒し系だと思われているぜ。その場にいるだけで雰囲気が柔らかくなるはずだ。もし人間関係がギスギスしても、その場にいると険悪なムードがなくなったという経験はないか？確かに、私の周りはいつも優しい雰囲気が漂っている気がするわ。そんなあなたには、実はとても頑固なところがあるんだ。絶対に譲れないものに対して、断固とした姿勢を崩さない傾向があるはずだぜ。何があっても誰に頼まれても、買ってきたプリンを譲ることはないわね。相変わらずの食い意地だな。だが、そんな二面性も周囲にとっては魅力的に感じるらしいぞ。B を選んだ人は、自分に正直で飾らないぜ。あなたは周囲に、何事に対してもまっすぐな姿勢の持ち主だと思われているぞ。飾らない人って素敵よね。そうだな。その飾らない人柄に、多くの人が信頼を寄せているだろう。だが、中にははっきりと物を言うところに、
嫌悪感を示す人がいるかもしれないぞ。何か対処法はないのかしら？もう少し言葉をオブラートに包んで口にすると、あなたの誠実さが相手によく伝わるはずだ。C を選んだ人は、優しくてデリケートな人だぜ。あなたは周囲に、人間関係をとても大切にする優しい人だと思われているぞ。世の中が優しい人で溢れればいいのに。相手に応じて、自分の対応を柔軟に変えることもできるから、周囲の人たちから好感を持たれやすいだろう。穏やかでエチケットやマナーを守るから、真面目な人だと思われがちだが、本当は人一倍感受性が強く、傷つきやすいところがあるんだ。優しい人って、自分の心を壊しがちだよね。ちょっと心配だわ。人に合わせすぎて振り回されないよう、時には自分の気持ちを相手に伝えてみてくれ。D を選んだ人は、人見知りするけど仲良くなると人情深いぜ。こういう人が一番信頼できるわ。あなたは、周囲に少し硬い人だと思われているぞ。人見知りで口数が少ないところがあり、初対面ではとっつきにくい印象を与える傾向があるんだ。だが、実は真面目で人情に厚いところがあり、時間をかけて信頼関係を育むのは得意だぜ。あなたの魅力は、人に安心感を与えられるところ。もう少し初対面で笑顔を見せるようにすれば、相手に好印象を与えられそうね。そうだな。実は、周囲からの印象には自分を成長させるヒントが隠されているんだ。他人からどんな風に見られているかを知ると、人は自分の振る舞いをより良いものに改善できるぞ。なるほど、それじゃあ今の自分を変えたいと感じているなら、周囲から持たれている、自分のイメージを参考にすればいいのね。次は、あなたが嫌なことを忘れる方法をトイレを使ってチェックしてみよう。なんでトイレなのかしら？トイレは、嫌な記憶を水に流すことを暗示しているんだ。急いでいる時にあなたがどのトイレに入ったかで、あなたが嫌なことを忘れる時に、どんな行動を取るのかがわかるんだぜ。入り口から見て、1、一番手前のトイレ、2、真ん中のトイレ、3、一番奥のトイレ、4、どこでもいい。この4つの中から選んでくれ。霊夢はどこのトイレに入ることが多い？ん？特にこだわりはないわね。空いていればどこでもいいわ。だから私は4のどこでもいいにするわ。ふむふむ。それじゃあ一つずつ解説していくぞ。まずは、1の一番手前のトイレを選んだ人は手当たり次第に行動を起こすタイプだぜ。急いでいるんだから、一番手前のトイレに入るのが当たり前、と思ったあなた。せっかちで素直な性格だと言えるぞ。嫌なことがあると、それを振り払うように手当たり次第行動するタイプだな。遊びに行ったり、お酒を飲んだり、爆食いをしたりとか？そうそう。バタバタと動き回っているうちに、嫌なことも忘れているはずだ。次は2の真ん中のトイレを選んだ人は、誰かに話を聞いてもらうタイプだぜ。真ん中のトイレって、囲まれているから安心感があるわよね。その通り。真ん中のトイレを選んだあなたは、誰かに守られたいと思っているのかもしれない。夢中で喋ってストレスを発散するタイプだな。だが、何度も同じ話ばかりすると、聞いている方が疲れてくるから注意してくれ。確かに、同じ話を繰り返されるともういいわ。って突っ込みたくなるわよね。3の一番奥のトイレを選んだ人は、人に頼らず、一人で消化するタイプだぜ。ストレスが溜まっちゃわないのかしら？急いで用を済ませたいのに、わざわざ一番奥のトイレに入るあなた。シャイで、真面目な性格だと言えるぞ。きっと、人に心配されたり同情されたりするのが苦手なのね。うむ。嫌なことがあっても誰にも言わず、自分の中で消化するタイプだな。人前では平気なふりをし、自分で解決しようとするが、時間がかかることが多いかもしれないぞ。最後に4のどれでもいいを選んだ人は、小さなことは気にしない精神で乗り切るタイプだぜ。ちっちゃいことは気にするな。それ、若き子若き子。懐かしいな。早くトイレに入りたいからトイレの位置なんて気にしない、と思ったあなた。大雑把な性格で、基本ポジティブ思考だぜ。確かに嫌なことがあっても、小さなことは気にしない精神で乗り切ってきたわ。ただ、過去の出来事をじっくり検証しないから、同じ失敗やパターンを繰り返すことも多いぞ。聞く、それでいつも怒られるのよね。どうしたらいいのかしら？嫌な記憶は、人に聞いてもらうだけでもスッキリするぞ。他にも、嫌なことを考える暇もないくらい忙しくするのも一つの手だ。そうしているうちに、時間が解決してくれるはずだぜ。最後の心理テストに入っていくぞ。え、もう最後なの？面白いからもっとやりたいわ。霊夢には後で個人的に教えてやるから、今は我慢してくれ。わかったわ。約束ね。最後はどんな診断ができるのかしら？電車の中で過ごす位置で、あなたのブラックな一面がわかるぞ。ブラックな一面が暴かれちゃうのね。ちょっと恥ずかしいわ。ブラックな一面がわかると、それによって恋愛ではどう動くのかもわかるぜ。なるほど、面白そうだわ。早速やっていきましょう。
あなたは電車を利用した時、どこに乗ることが多い？次の4つから選んでくれ。A、真ん中に座る。B、端っこに座る。C、ドア付近に立つ。D、車内中央で立つ。霊夢はどこを選ぶことが多いんだ？ん、広く座りたいから A の真ん中に座ることが多いかしら。オッケー。それじゃあ一つずつ解説していくぞ。A の真ん中に座るを選んだ人は、ゆったり落ち着いたスペースが好きだぜ。うんうん。その通りよ。とはいえ、実はあなたには超めんどくさがりという一面があるぞ。できれば他人に動いてもらいたいから、見て見ぬふりをするというブラックなところも。バレてしまったわ。ただし、よく言えば器用に生きることができるから、恋愛面では相手を振り向かせることが上手だぜ。あれ？自然体でアピールして、相手の気持ちを思いのままにコントロールできるぞ。自分から告白しなくても、好きになった人と付き合えることも多いだろう。あれ？霊夢、さっきからどうしたんだ？これってつまりモテるってことよね？それなら、どうして私には彼氏ができないのかしら？大食いすぎるからじゃないか？ガビーン、次の B の端っこに座るを選んだ人は、ちょっと遠慮したスペースが好きだぜ。とはいえ、あなたには好き嫌いが超はっきりしている一面があるぞ。ずっと昔のことでも、嫌いになった相手の名前は覚えているほどブラックなところも。根に持つタイプね。だが、よく言えば好きな人には一筋だから、恋愛面では誠実な人として信頼されるだろう？好きな人以外は見向きもしないあなたの姿は、相手を安心させるぜ。自分を安心させてくれる人と結婚したいわよね。うんうん。付き合った後も仲を深めるために努力するから、結婚したい相手として認められるはずだ。いいな、羨ましいわ。次の C のドア付近に立つを選んだ人は、行動しやすいスペースが好きだぜ。とはいえ、あなたには基本ネガティブという一面があるぞ。ラッキーなことが起こっても、次は悪いことがあるかもしれないって思っちゃうの？そういうことだぜ。だが、よく言えばどんなことでも計画して動くから、恋愛面ではしっかり者の人になれるぜ。頼れる人もかっこいいわ。自立して頑張っているあなたは、パートナーができても相手に依存しすぎることはないぞ。だから、相手もプレッシャーを感じることがなく自然体で付き合えるんだ。相手の人が年下でも、うまくいきそうね。最後の D の車内中央で立つを選んだ人は、周囲が見渡せるスペースが好きだぜ。とはいえ、あなたは実は嫉妬深いという一面があるぞ。全く関係ない人のことも気になって、自分と比較してしまうというブラックなところもあるんだ。嫉妬深いのね。でも、きっと良いところもあるはずだわ。もちろんだぜ。よく言えば粘り強い性格だから、恋愛面では難しい恋も成就させるパワーがある。他の人ならとっくに諦めるような相手でも、あれこれと仲良くなる方法を考えられるぜ。これは良いところね。たとえ嫌なことがあっても、立ち直るポジティブさも兼ね備えているぞ。つまり、努力を実らせ幸せになれる人だと言えるな。今日の動画はここまで。霊夢はどんな感想を持ったかな？やっぱりこういう心理テストって面白いわよね。あっという間に時間が過ぎちゃったわ。満足してくれたみたいで嬉しいぜ。みんなもどんな感想を持ったのか、コメント欄でたくさん教えてくれ。今までの動画もまとめているから、ぜひ、見てみてくれよな。じゃあ今回はこんなところで終わろうと思うぜ。ご視聴ありがとうございました。